さて、それ前置きはさておいて、そして今は、移住して3ヶ月が経ち、で、何をするかっつったら、ちょっと今日ジビエ料理を作ってみましょうというところで、今朝は農業研修じゃなくて林業研修生の、同期の人からもらったこのイノシシの肉と、畑で採れたピーマンと、なんかの林業にはしいたけの食菌とかもあるらしくて、それのしいたけを、もらいました。で、あと僕はトマト農家なので、このように ね、もらったちょっと出荷ができないトマトと、ここには朝のね、野菜を出荷するイベント、朝どれ野菜っていうところがあって、それのブロッコリーを1個もらいました。ということで、じゃあ何を作るかといえば、特のポトフを、ポトフっていうのかな。一応、トマトを潰して煮て、コンソメで、味をつける。それだけの 料理です。で、僕自身はそんなにグルメなやつかといえば、グルメなやつではないんで、一応、ジビエ料理、田舎暮らしのね、ジビエ料理どんなもんなのかっていうのをちょっとやっていきます。じゃあ、ですね、一応、5時間ぐらいが経って、イノシシの肉が、解凍できて、そしたら、じゃあ、まずこの、若干色が悪いか、の、レタスね、ブロッコリーを、ブスブス、ザクザクと、入れていきましょうかね。シシ肉っていうのは、オスよりメスの方が美味しいらしい。なんでかっていうと、なんか肉が柔らかいんだって。で、あとはちょっと捨てなきゃいけない部分は、このね、血が溜まってるところは、ちょっとね、美味しくないから捨ててくれと、林業研修生の、同期、1年先輩か、から教わって、ので、でも俺そこまでグルメじゃないんだよね。それがあまりよく分からんっす。多分ここら辺は捨てるってことなんだろうね。大体多分ここら辺は捨てるっていうことなのだろうかというところだよね。牛の肉ってこの脂身はね、切り離しちゃいけないんだって。で、なんかね、脂身が美味しいから、その脂身と肉をはなだなんかを離してしまうと美味しくないんだって。だから、だからこれはね、絶対生身の肉と切り離しちゃいけないんだよね。ところどころこの毛は多分イノシシの体毛か。血が溜まってるところはまずい。で、あとこれは今年の2月に採れたものらしくて、ちょっとね、焼けているから、ちょっと冷凍焼けとかもあるらしいから、ちょっとこれは
当初いいですね。そうだな、いやでもな、こうやって料理をし始めてからね、小映えが湧くようになった。畑で採れたピーマン、まあ一応あれがなくなってければあれ一応半分だけでいいかななんて。次トマトだけど、まあ中にはカビてるものもあるから。3日経っちゃってるから、形になって、であとはね、何をベース、まあコンソメベースで、煮ながらトマトを潰して、あとは最後に冷凍のね、野菜ミックスを入れて、あとこれも入れながら、煮てみたいと思います。はい、そしたらまああとはシーチキンのね、マグロのチャンク油漬け、ライトミート、これをまあちょっとここに入れてやってみます。まあちょっと床がねスペースがないんで、まあ床で、まあベタですわ。はい、で、あとは、あとはこれをちょっと潰していきます。あとはこれに、ちなみにねこれ味見とかしてないんだよね。だからまあどんなもんができるのかっていうのは、まあできてからのお楽しみだ。でもしこれ失敗したら、まあ濃い濃い濃い味噌で、まあリカバリーかな。いやね、ポトフにどうしてね、どうしてあれなんだかね、しいたけなんだろうねっていう疑問がついて回るのは仕方がないんだが、まあ、はい、まあ煮込んで、まあまあ20よまあ中火くらいで煮込んで、まあ大体20 15分くらい経ったかな。まあ一応イノシシ肉が半年、まあ、前のものなので、ちょっとねこの黒い部分、ちょっとこのカメラの画素じゃ分かんないけど、ちょっとね血が出てきてるね、多分血だと思う。だからまあよく血抜かなかったと思うし、まあ、俺がね、血の塊のところを、まあ、あんまりよく取り除かなかったっていうのもあるけれども、まあ、一応悪くはない味にはなってるかな。で、ちょっとトマトの甘みとトマトの酸味とコンソメがすごい相性がいいし、
で、これをもうちょい染み込ましたいなと思ってます。まあこんな感じで、あとはもうちょいコト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 煮込んだ方がいいと思うよね。で、やっぱりその血が出てるし、結構イノシシの肉ってアク出るんだね。だからまあそれをもうちょい取り除いて、で、あとやっぱりそのコンソメが結構濃くないと厳しいね、意外に。トマトの甘みが勝っちゃうんだよね。甘いんだよね。だからまあ結構ね、これ業務用のこのコンソメ使ったけれども、まあちょっと今6月で湿度が高いからちょっと湿気固まってきちゃうけど、結構使ったわ。これ単体だと結構使うね。ん？入れすぎか？まあ入れすぎたら薄めたらいいですよ。